車両と車両の間、車体の各部分に取り付けられているのが、転落防止ホロである。JR 西日本の車両で装着が進められている、先頭車間転落防止ホロ。日本国外の鉄道でも、同様の設備が備えられている事例がある。転落防止ホロとは、鉄道車両の連結部分の車体外側面に合わせて、付けられている。 プラットフォーム上の旅客が線路上に転落するのを防止するための部品である。倒れ込む旅客が車両同士の隙間に落ちてしまうのを防ぐことを目的に連結面に装着して用いられる。鉄道事業者によっては様々なデザイン、構造のものが存在するが車体塗装に合わせていることもある。また、急カーブのある路線では前後の車両の両方に一体型のものを取り付けると 急カーブで干渉する可能性があるため上下2個に分割したものを前後の車両間で上下田が一概に噛み合わさるように取り付けている例もある車両の心臓時から取り付けられている場合と改造や更新工事によって後から取り付けられる場合がありいずれも取り付ける車両が増えている一方運行区間全域にホームドアが設置されているなど旅客転落の恐れがない場合は 心臓車両でも省略されていることが多い。京浜急行電鉄や京成電鉄、新京成電鉄、北総鉄道の一部の車両では、一見して一般型の形態となってはいるものの、研修の際に折りたためることの可能な構造となっている転落防止ホロも採用されている。ただし、京浜急行電鉄では後に折りたたみ式の転落防止ホロの採用を取りやめ、 一般型のものの採用に変更しているため、現在では一般型タイプの折りたたみ式を採用しているのは、京成電鉄、新京成電鉄、北総鉄道のみとなっている。西日本旅客鉄道では、2010年12月に、舞子駅で発生した乗客転落死亡事故をきっかけに、一部の車種を除き、先頭車間転落防止ホロの装着が進められている。 京阪神地区に申請投入された225系二次車や、北陸地区に申請投入された521系三次車、広島地区に申請投入された227系など、増解決を頻繁に行う形式では、申請時から装着されている。これ以外には、山陽電気鉄道6000系電車の例があり、一部先頭車に転落防止ホロ取り付け、 金具を備え、に編成連結時にはフォローを設置する。また、東日本旅客鉄道の一般型機動車キハ100系、キハ110系の一部戦闘車にも転落防止ホロが取り付けられている。一般的には、外ホロ外ホロという名称だが、近鉄では、ガードスクリーン、大阪メトロでは、連結面間転落防止装置と称している。古典的事例。 正面向かって右側に畳まれているもの。歴史は古く、1927年に開通した東京地下鉄道の1000型や1933年に開通した大阪市営地下鉄の100型が安全畳楽器というので現在の転落防止捕路と同じ役割をする転落防止装置を装備していた。6000系は上下2個に分割したものを 車両間の上下互い違いに設置。7000系、8000系、9000系、5000系、1000系などは一体型の転落防止ホロを車両間に設置。片側のみの先頭車に設置に編成増結時は偶数編成が神戸、大阪寄りに連結される。ありがとうございます。